こんにちは、ダイレクトナインスタジオの広島です。今回は作曲やアレンジの時に使えるリハモというテクニックを紹介していきたいと思います。ぜひ一緒に演奏してみましょう。それではやっていきましょう。リハモというのはハーモニーを変えてしまうということです。ですので、もともと作ったコード進行を後ろ側を変えてしまうことによってメロディーを違った風に聞かせるということができるテクニックになります。ではですね、コード進行を、キーが C でシンプルな、C コード、そして E 分の C コード、そして F、G、C、F、G、C というコード進行を作ったとします。このままで何かのメロディーを作ったとして、ちょっとやっぱり後ろ側が単調でちょっと面白くないなという時に、どうやっていくかやってみましょう。まず最初の C コードから、E 分の C に行くところ、ここでもっと間に中を入れたいので中にですね C と E の間にこの D ありますね、ここは2マイナーの D マイナーが使えるのでここでは、という流れを入れてみましょう。そうすると先ほどの C から E 分の C といった流れに対してタン、というふうにちょっとシンコペなんかも入れてます。タン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 。そして次に F に行く流れ、ここでは先ほど CDEという流れを経由したので同じように下から上がっていったイメージを欲しいので D、E、F という下から来た感じを出します。そうするとという流れになります。最初のコードと比較してみましょう。という流れに対してなりました。そして次の F から G ありますね。 F、G、C、F、G というちょっと細かい流れなんですが、ここでは F、G、C という流れですね。ここの間にトゥンツンと G、A、B、C というところを入れます。そうするとこのような流れになります。そして最後の FG のところですね。ここは C からベースを5度ベースに落とします。そして FG のところではベースを F のサードベースの A に帰します。そして G のところでもベースをサードの B にして B 分の G にしてしまいます。そうすると最後がという流れになります。これで4小節間のリハモが完成しました。それでは4小節間の流れをやってみたいと思います。という流れになりました。もう一度最初の流れと比較してみましょう。という流れからというように後ろ側のハーモニー、さらにリズムを変えることによって雰囲気はだいぶ変わっていくと思います。このリハモというテクニックをあまり難しく考えずにどんどんチャレンジしてみてください。例えば、洋服のコーディネートなどで考えるといいと思います。顔は何も変わってなくても洋服を変えるとやはりその人の印象がガラッと変わりますよね。それと同じように、コードの印象、そしてリズムをどんどん変えていくことによってやはりそのメロディーが全然違ったように聞こえるという楽しみの一つとして捉えてくれるといいと思います。ぜひチャレンジしてみてください。それでは失礼します。